はい、こんばんは。今日は2020年第2回全頭高荷物の資格3番をやってみます。じゃあ読みますね。袋の中に当たりくじ6本と外れくじ4本の合計10本のくじが入っていますと。袋からくじを引くときは1回につき同時に2本のくじを引くものとして、2本とも当たりくじを引くことを大当たりと呼ぶこととすると。1、袋からくじを1回引くとき大当たりとなる確率を求めようと。2番、 A、B、C、D の4人がこの順に袋からくじを1回ずつ引くと。ただし引いたくじはすべて毎回袋に戻すと。1、4回とも大当たりとならない確率を求めようと。2、4人のうち1人だけが大当たりとなる確率を求めようと。3、2人以上が続けて大当たりとならない確率を求めようと。で、括弧3、A、B、C、D、E の5人がこの順に袋からくじを1回ずつ引くと。ただし引いたくじはすべて袋に戻さない。今度戻さないですね。この時5人のうち2人だけが大当たりとなる確率を求めよう。ちょっと難しいですね。いきましょう。じゃあ1番。まあ、出だしはこうですね。当たりが6本、外れが4本入ってるんで、ね、袋の中にね。で、いきます。1番。袋からくじを1回引くと、大当たりとなる確率か。1回引いた時だから、10本から2本引く中の当たりが6本、6本から2本引けばいいので、じゃあ 10C2 分の 6C2 ですね。答え3分の1と。で、続いて2番。ABCD の4人が、いきます。4人とも大当たりとならないだから、大当たりとなるのが、あ、これいきなり私式書きましたけども、2の1は、大当たりとなる確率がさっき3分の1でしたね。で、今回2番は1回戻さないといけないから、1回1人引いたら戻し、1人引いたら戻す。じゃあ、大当たりとなる確率は3分の1ですよね。ということは、大当たりとならない確率は3分の2ですよね。で、大当たりとなら、4人とも大当たりとならないだから、3分の2の4乗。あ、私間違えた。これいらんわ。余事象じゃないよ。3分の2の4乗ね。そしたら、3×3×3×3 で81ね。で、2×2×2×2 で16。でもう一回言うと、じゃあ、説明が足りんかったかな。2番は、2の1番は、4人とも大当たりとならないのは、1から3分の1引いて3分の2。その3分の2、あ、そう、私、1引く3分の1の4乗で書こうとしたんか。なんか失敗したいな。じゃあ、答えは3分の2の4乗です。もう一回言うと、大当たりとなる確率が1番から3分の1ですよね。ということは、大当たりとならない確率が3分の2。それが4回だから3分の2の4乗で81分の16としてください。で、2番。大当たりと、じゃあこれ、大当たりとなるのが1人、大当たりとならないのが3人ですね。で、4人、4つから1つ、4C1、4人のうち1人だから、つまり4通りあるよと。4通りね。4通りあるよって考えればいいと。いいですかね。そしたら、81分の32と。4C1×3 分の1の1乗、3分の2の3乗と。81分の32と。いいですかね。で、続いて、これが2番で、これが3。で、3番。まず、2人続けて大当たりとならないのは、まず4人とも大当たりとならないと。これは2の1から81分の16ね。で、次。4人のうち1人だけ大当たり。これが2の2から81分の32と。で、今度、4人のうち続け、2人が続けて、あ、2人が大当たりになるんだけども、2人続けてじゃないよと。じゃあ、これが何通りあるかと。ABCD の順に引かないといけないから、こう、こう、こうの3パターンしかないと。ということは、3パターンで、当たりが3分の1の2乗、外れが3分の2の2乗ということで、81分の12ね。だから、大当たりの確率、そうじゃない確率と。ね。いいですかね。81、あ、で、ごめんなさい。これ変えたいんだけど、これ足算的よ。これ、で、81分の12なんだけど、この3パターンしかないから、1つ、あ、い、う、この3パターンしかないので、で、これを足しましょう。あ、い、うは互いに排反だから、今の、あ、い、うの回答を足して、27分の20が回答です。で、問題次なんですよね。3番がね、これ、私の説明でわかるかな。ABCDE がこの5人がこの袋に、この順に袋から引くんだけど、まず、分母に当たるのは、
10C に1人目が 10C に2人目が 8C に3人目が 6C に 4C に 2C に分布はこれでいいですよね。で分子がいきますよ、5人のうち2人が大当たりとなる確率だから、まず大当たりとなる確率 5C に5人から2人選び、今から選びます。じゃあ2人は2本とも大当たりの確率がこうなんだけど、6C2 っていうのは当たりが6本ね、6本から2本引くと、で外れが4本から2本と、いいですかね。じゃあこれが2人を5人のうち2人が当たった確率ね。で次残り3人だから、3人から2人選んで、今度は1当たりが1本外れが1本の場合があると、当たりが1本外れが1本だから、これ当たりが2本とも当たりが2人ね、いいですかね。で本数からして残りの2人は外れ1本、当たり1本は外れ1本で、1人は外れ2本だったら、ちょうど当たりが6本外れが4本で合いますよね。だからもう一回言うと、分母はいいとしても、分子は2人が2本とも当たったって確率は5人から2人選んで、当たりが6本から2本選ぶ、外れが4本から、2本選ぶと、いいかな。あ、ごめん、間違えごめん、外れから選んじゃあかんわ6本ごめんね、5人から2人選んで、あ、取り直そうかな、まあ、これ外れじゃねえよ、ごめんね、当たりが6本で6本から2本取るんだ、2本取るから残りが4、当たりが4本で、もうだから1人目がこれ、2人目がこれか、ごめんね、間違えた取り直そうか、もういいか、めんどくさいOK と、5C2 は5人から2人選んで、その2人は2人とも2本とも大当たりですよ。ということは、当たりが6本しかないから、6本から2本選んで、残り当たり4本、4本から2本選べよ。ちょうどいいですね、これで。2人の当たる、場合の数ね。で、今度、もう2人は当たり1本、外れ1本の組ね。だから、初めの2人は当たり当たりですよ。次の2人は当たり外れで、最後の1人は2本とも外れ、そしたらちょうど当たりが6本外れが4本になります。じゃあいきます。 2人が当たり1本外れ1本っていうのは3人から2人選んで、この24っていうのはね、ここにちょっと式があるんだけども、ちょっと書くとか書けなかったからいきますよ。今当たりはこれ4本使ってるから、今当たりが2本の状態ですね。で外れが4本残ってますよね。ということは当たりが2本から1本、外れが4本から1本と。で、もう1人は、当たり1本から1本、外れ3本から1本と。だから、2C1×4C1×1C1×3C1 ね。ということで、これ24通りになります。ただし、これを残り3人だから、3人から2人選んじゃうと。で、最後は、残ったのは1人なんだけど、まあ 1C1 って書いてもしょうがないから、2本から2本の外れを引いちゃえばいいと、っていうことですね。はい、じゃあこれで計算したら7分の4となります。ごめんね、ちょっと最後説明下手くそでごめんなさい。ですか、だからまとめて書くとこうです。で、この24の内訳はこうですね。はい、じゃあ以上になります。